はい、どうも、ゆうたチャンネルです。ゆうたチャンネルです。どうも。今回は、うん、7月度のザバトルもあってね、うんうんうん、いろんな、まあ、大阪とかクラブとかシックで、はいはい、まあ、いろいろやり合った怒涛の一月でしたけど、そうだね、この怒涛の一月を駆け抜けてきたザシックのナンバー10に触れようかな。そうだね、まあ、ザバトルをさ、はい、ちょっとだけ振り返ったら、はい、テンポランキング2位はちょっと悔しかったね。まあまあまあ、てかぶっちゃけ勝つと思ってたんですけど、正直。うん、まあ、アンパイに勝てるかなと思ってた。まあ、なんか今回調子乗りすぎまして、てか毎回負けてるけど、うんうん、なんか毎回勝てるだろうと思って、なんか、そうだね。油断して負けてるパターンが多いんで、うち。今回はザ・クラブ大阪がね、1位だったということで。はい。ノア感動さすごかったね。8名らしいね。バトルで8名ですか？そうそうそう。とんでもないです。すごいな。ヒミトさんヘルプ行きました。行くわけないね。逆にみんなでこう取りに行くみたいな。逆にみんなで。というような。はい、バトルでしたけど、じゃあナンバー総評いきますか。はい、一ノ瀬彩感動差です。あ、2ヶ月連続か。やる気出したら強いですよ。いや、そうだね、はい、気持ち次第なんじゃない、やっぱり。バトルイベントもかなり熱入ってたんじゃない、やっぱり。まあ入ってたんですかね、うん、まあ、今後復讐に目指してほしいですよ。そうだね、彩のなんか弱点っていうと、うん、ちょっとドネ配信をなんか30分ぐらいでやめちゃうっていう。あ、でも配信向き不向きめっちゃあるよね。まあ向き不向きありますけどね、うん、まあでも継続しないことにはね、まあ確かにね、その継続が良くてこう、うん、見続けてくれる人もいたりとかするからね。からそこをもうちょっとやったらいいんじゃないっていうアドバイス。そうだね、ただ店売りだけでトップ10入れるってね、やっぱいいね、十分ですね。うん、いや本当おめでとうございます。おめでとうございます。的場亮介副主任です。的場か。的場も最近ね、エムズキッチンっていう、ああ、エムズキッチンやってるわ。鬼軍曹 TV でやってる動画でね、めっちゃ注目の的っすけど。じゃ、的場もやっぱ強いよね、普通に。だって、あんま投げ銭とか やらずにでしょ。まあ、投げ銭やってないですね、確かに最近。それでさ、順位取れてるから、すごいね、ちゃんとね。最近潜在写真も変えたっぽいんで。まあ、常連だね、ナンバー常連の。トドロキメルト主任です。あー、でもバースデー月5でしょ。あ、まあよく頑張ったもんじゃないですか。頑張ったよね、ほんとに大健闘。いや、ほんとにバースデー月5ってさ、はい、結構メンタル的にねやりきった感じもあるしさ、すごいですよね。いや、ほんとにね、よく頑張ってね、うん、配信もね、12時間配信とかね、あ、やってましたね。やってて、まあ本人とも話したけどね、こうあんまりこうそこまでこう集まらなかったけど、あー、でも3時間とか諦めないのがすごいね。いや、こうやってね、バースデー月5ほんとおめでとうございました。おめでとうございました。九条亜紀主任です。九条亜紀バトルイベントもね、いい活躍してね、ね、いつもいるね、亜紀は。どれも別に最近やってないし、はいはいはい、いや、だから投げ銭やらずにもね、順位変わらずさ、上位というか強いよね。最近 TikTok でね、秋の何々するとこ見ててみたいな。はい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 、はい、なんかシリーズ人気っすけど。確かにあれ毎回流れてくるわ。配信とかやったらめっちゃ強いだろうな。ってことで、はい、おめでとうございました。おめでとうございました。水木ソータ副主任です。あ、おめでとうございました。ソータ強いね。ソータね、強いですね。ソータ、うん、配信も頑張ってるし、うん、ポテンシャルもすごいですね。ソータ本気出した時のね、熱量もやっぱすごいよね、うん、ローランドショー終わっ、あの公開された瞬間のタイトルつけて配信する、はいはい、あの視聴者稼ぎうまいよね。うまいっす、うん、それでこそ個人チャンネルだからね。ポテンシャルあるやつだし、はい、計算じみたやつかなとか思ったけどさ、男同士で話すといいやつだよ。まあそうっすね、ソータは。あとなんか8月大阪ゲスト出勤する、おお、いいねらしいんで、なんかおめでとうございました。道明寺司幹部補佐です。おお、いや、いつもナンバー常連だね。さすがすごいね。1000万簡単に売りそうなのに毎回売んないですよね。それなんとも言えないけど、バトルイベントもね結構活躍して、そうですね、うん、その流れの7月でね呼んでくれましたね、うん、そうだね。ザクラブからやっぱ移籍してよかったのかな。どっちが売り上げ上がってんすかね。ソータも強いしね、こっち来てから全然調子いいなっていう印象を。次は誰が来るんだろうっつって、あまねさっきかなっつって、ガチで来ちゃうパターン怖いんで。いや、とりあえずおめでとうございました。ありがとうございました。いつもナンバー常連で。七瀬ゆきや準社員です。おめでとうございました。今月も
変わらないメンバーですね、もうこの辺は。まあ、ゆきやさんは、なんか男らしいんでね、うん。大阪ぶっ潰してやるぞっていう。いや、ほんとそうだね。心意気の厚さ。熱い男だからね。熱い男っすね。もうホストにとどまらず。もう最近は格闘界隈にも手を出し。試合出てるもんね、この辺。もうなんか試合で高血みたいな、なんか休んでる時あります。高血があるの。部活じゃん。部活みたいな時ありますよ。そうなんだ。ブレイキングダウンなんか出るみたいに言ってましたよ、そういえば。そうなんだ。どうなったのかわかんないんですけど。はい、いろんなことやりながらね、ナンバー入るってやっぱすごいね。ということで、おめでとうございました。ありがとうございました。ナンバー入りおめでとうございました。はい。九条レイ部長です。いや強いね、毎月。エイトさんいた頃よりも強くなったね。いや強くなったね、レイさんね。3ヶ月ぐらいいなかったブランクを感じさせない。いやそうだね。強さ。上半期もさトップ10入っててさ、爆伸びしたね。地味にどれ一番集まってますね。いやすごい。すごいですよ、ね。九条界強い、めちゃめちゃ強い。配信もめっちゃしてるし。ね、レイさんのお友達のキッドとテリーもめっちゃうまい。いや、調子いいね。本当に。ヘルプめちゃめちゃうまいしさ。今一番多分シックで人望がある男と言っても過言ではないぐらいチームが。いや、ほんとそうだね。店の半分ぐらい九条会ですからね。いや、ほんとそうよ。もうほぼ半分。過半数危ないよ、マジで。ってことで。はい。いや、九条レイさん、おめでとうございました。おめでとうございました。うん。桜木ユーミット総支配人です。おめでとうございます。ありがとうございました、本当に。バトルイベントね。店舗で1位取れたら本当良かったなって思います。本当に良かったですね、1位取れて。いや1位取れて良かった。スキー走り切りたかったけどね、やっぱ強いなって、セルティア強いなって思うけど、うん、いい月だった。いい月っすね、うん、バトルイベントで悔しかったよね。うん、まあ、でもやっぱイミントさんのおかげでシック勝てた時結構あるんで、普通に。まあクラブ本店も強かったしね、めちゃめちゃ弱くもなかった。うん、まあなんかあのタック数の割には。いやそうそう、あの人数でね、あの人数の割には全然強かった。そう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 。まあでもね、やっぱ1位走り切りたかったな。いや結構1位可能性あったなと思うんでね。ワンチャンありましたね。いやそうだね、これ諦めなかったらね、いつか1位取れると思って。あれ投げ銭部門1位って誰でしたっけ。徳川君。ああ、2位がノア・カンボンさん。で3位が俺ってな。うん、最終日で110万ぐらいかな。へえ、めちゃめちゃ投げてて。レイボーの皆さんいつもありがとうございます。ありがとうございました。本当に次1位取りましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。佐藤セルティア準社員です。まあ悔しいというかね、すごいねやっぱり。さすがっすね。いや強いね。まあ特に言うことないですけど、はい、いつも1位でね。いや本当すごいだと思いますよ。そろそろ誰かに譲ってもいいんじゃないですか。いやいやいや、引退引退。そろそろ6月で2億5000。すごいな。3億ぐらい、もう前後ぐらいか、ちゃうぐらいじゃないですか。行くか行かないかみたいな。今なんかツイッターでは、まあ他店なんであれですけど、っていうやつが4000万タワーがどうたらって有名ですけど、セルティアそれになんか全然通用するぐらいの記録だ、毎回出してるのに全然話題にならないっていう、普通すぎちゃうじゃない。なんか記録出し当たり前でしょみたいな。そのプレッシャーもやばいだろうな、マジで。いやまあ今月もおめでとうございました、セルティア。うん。ってことで、今回は7月のナンバー総評やってみました。8月もね、ナンバー総評しますので、このチャンネル、登録とグッドボタンぜひお願いします。します。ユミトチャンネルでした。バイバイ。